チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、病院に行きます。はい、新しいね、アクションカムを前向きにつけてちょっと試しながらね、走ってみたいと思います。はい、うん、ね、それくらいのいつものね、病院行かんとあかんから、ね、線つなぎ忘れた。諸葛刑務線です。よいしょ。取れてんのかどうかも分かってないしね。で、何分、まあ90分ぐらい取れると思うから、片道多分バッテリー、ワンバッテリーで取れると思うんだけど、一応ね、バッテリー消耗テストもあるから、感じで走ってみたいと思います。いやー、朝からバタバタした。車が近くにいないとやっぱ不便やね。EF シビックや、懐かしい。あー、いいな。今見るとなんか斬新。ね、ボディ剛性も弱々やし、乗れたもんじゃないと思う。乗れたもんじゃないって言い方悪いけど、これは形はかっこいいよね。なんかにやけてまわる。EF シビックみたいな、なんか、ええー、ねこういうのね、GPS をサーチ中です。家出たの12時、11時、12分やったよ。まあ12時ぐらいまで受付してるからやろ、いいかと思うけどね。逆にね、まあ、混んでないとは思うねんけど、もうちょっと早出たかったね。やっぱ車が遠いとこ置くとね、不便不便。で、
かけ前の前日持って帰っといたよ。持って帰っとかな、まあ、どうしまあ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 、考えましょう。はい。やっぱりね、うち、いつ崖崩れるか分からんとかあったりね、避難とかってなったらね、車が近くにないと、やっぱ不便。不便っていうかね、まあ子供の命もあるからね。で、まあ、くしてたからね。あちゃんはね、うん、そういうとこはね、現状を受け入れながら、この流れ、波に乗って生きていくのがあっちゃうからね。ピンチはチャンス。だからね。今までからそうやねん。なんかいろんなことあって、嫌なことされたりとかいうのがあるけど、それを踏み台に、伸びてきたから、それで屈したことって今までないから、押し潰されたこともない。だからどれだけ大きな障害があってもそれを乗り越えて、一回り大きくなってるってやっちゃう自分で思ってるからね、痛いなこれ。首直に敷いてくれても痛いな。 GPS を受信しました、ね、みんなのせいと思うねんね。なんかそういうなんか嫌なことがあったらね、その時は嫌やけど乗り越えた時って何か一つね大きくなった感じするやんか。そんなこんなでね今があるから、だからね、なんていうのかな、人生を左右する大きな障害ってないんかもわからん、やっぱりそれって一つの試練なんかもわからん、そう考えたら楽やねん、こっちの。ビデオカメラが動いてるのかどうかそれは分からへん。撮れてんのかも分からへんし。レムちゃんが映り込んでる。レムちゃんこけとんの映り込んでる。GPS を受信しました。メモリーも食うから、ね、4K じゃなくね、あっちで撮ってんねん、1080の HD で撮ってんだけど、1080HD で十分だって書いてあったの、説明、評価のとこに。評価も読まへんねんけど。だからどうなんかなと思ってね。もう一個の吸盤であれ使って、もう一個こんなカメラ買ってさ、後方カメラつけててもね、煽られた時の証拠にみたいなね。今流行ってるらしいね、そういうの。いろいろね、こう生きてると忘れかけたものもあって、ちょっとしたことで気づかされて、あ、そうだねってそれ忘れてるよなっていうこといっぱいあんねんね。なんでの話をするかですね、ちょっと昨日今日とね、いろいろあってね、自分を奮い立たせる意味も込めてね、世の中人生ね、ここ最近ずっと思うんやけど、理不尽なことって多いねん、結局理不尽なことの方が多いねん、生きてる中、だから思い通りに行くことなんてめったに少ない、その中で詳細な地図がありません。何それ、広域な地図に切り替えます。ナビ動いてんの？ナビの子やな。ナビの子切ったの？なんでナビ？ GPS を受信できません。まあ、まあまあそんなこんなでね、なんていうの？理不尽なことが多い中でね、理不尽なことを理不尽やと思って嫌がってても仕方ない。絶対受け入れて、その。なるようにしかならへんように生きれば、なんとか楽しく生きられるんちゃうかなっていうのがあっちゃんの考え方だけど、 GPS を受信しました。でるとね、確かに苦しくても楽になるしね、逆にそれをチャンスに変える、こういうことがあったから次それを何かに生かそうっていう考え方にもなるしね、これなかなかね、今あったことを舞台上に上げられへんことやからねんけど、
まあね、いろいろあるよ。やっぱり辛いこともあるし、やりたくないこともあるし、で逃げたいことだっていっぱいあるよ。うん、その中で逆に受け入れることによって、それを、ね、何かにこう見方を変えてチャンスに変えられへんかなって考えた時に、チャンスに変えられたらこっちの勝ちって思うから、理不尽なことも受け入れることにしたい。でも 前からやねんけどね。でもやっぱり生きてて理不尽で辛いことも泣き言言うよ、うん、泣き言言うけど、言ったかって仕方ない。結局それ乗り越えるのは自分でしかないから、今日のこの話も結局自分に言い聞かせてるようなもんやけどな。いくら辛いことあってね、やられてんの分かっとるところに飛び込んでいかんなことって世の中いっぱいあるんだよ。それせえへんことで、嫌な、騙されとるからって言って、騙されたから、騙されるからって言って、それからね、目を背ける、逃げることで、やっぱり何て言うのかな、おおおお、はい、ね、GPS を目を背けることで、何て言うの、世の中確かに生きていけると思う、生きていく上には別に支障ないと思うけど、それをあえてそこに飛び込む、騙されとるっていうか、やられててもそこに飛び込むことによって、それを使って大きく伸び上がることってできると思うよ。なんかごめんね、こうあっちゃんの頭の中で分かってんだけど、全てが全て話されへんから話されへんこと話すなよって言うけど、なんていうのかな、話すことによって自分の、危ない、何をすんねん、逆やろ言う楽し方、変な多い、ね、今日雨でこの川もすごい水増えてんな、まだやっぱ雨多いねんね。自分のなんか今ある行動に当てはめて考えてみて、多分分かりにくい話やと思う。なんか、いつあげたかな、昨日あげたかな、いろんな障害、何やってても障害っていうのは出てくるよって、負のスパイラルじゃわ、そういうスパイラル落ちるよみたいな話してたやつもやるけど、分かりにくかったと思う、確かに。で、何かね、分かりにくいって、分からんってコメント書いてくれたけどね、確かにね、具体例、今あっちゃんの身に起こっていることを全て具体的に言ったら、ものすごい分かりやすい話だと思うね。それ言えへんから、あえて遠回りに話してね。でないとあかんねんね。だから、やねんけど、その中で、みんなに伝えたいことは、一回自分がもし、目の前何かあった時に嫌なこととか障害とかそういうことにぶち当たる。それ乗り越えたり、それがなくなってもまた違うのが来る、いろんな邪魔される、そういう時に、どういう考え方したらいいのかなっていうふうに自分に当てはめてもったら、多分なんとなくぼやっとは分かってくれるんちゃうかな。分かる人、バスッと刺さる人、分かる人って何人かいてると思うね。そういう気づきってすごい大事だと思うんだけどね。そこ気づいたら、あっちゃんは気づいたのね、昨日ね。だからあっちゃんこれからどう変わるか、みんな楽しみにしとってくれたらと思うんだけどもね。分からへんよ、変わらへんかも。でもね、唇塗ってくるの忘れたから、唇塗っとこう。ちょっとね、唇に一つでね、違うもんね、女の子の身だしだみ。キュスピン、ドスピンやけどね、オールインワンのスキンケアしただけ。今日ね、お買い物をしてからなんかね、いろいろあったからさ、昨日、今日と、で行こうとは思ってたけどね、なんやかんやってちょっとあったからさ、頭の中真っ白系になっちゃったのよ。え、あ、そうそう、金庫入れながらね、よろしくね、もうありません。
あっちゃんのお財布の中、この前の補正予算1枚残したよ。1枚残ってんね今。まあまあまあ、そんな話はどうでもいいけどさ、1枚残したけどね、食材買うのクレジットカードで買ったから前で配信しただけ。まあ、来月はね、今のところ、ちょっと良さげ。ほんまかよ。ピピンって何よ。メールやな、これ。普段安心メールかな。今日25日。あ、もしかしてどこもあれかな。iPhone X の予約かな。iPhone X欲しいな。顔戻ってんけど、ちょっとやっぱりね、まだまだ先見えへんし、見えへんこともない。だから、iPhone X買って、動画ネタにしたら、まあ、ある意味面白いなと思うねんけど、そのリスクを負うほどかと思って、まだ今買う必要ないかと思って、悩んでんねん、まだ。発売日に買えればな、と思うねんけどね。予約しといたかって発売日に手に入るとは限らへんしさ。で、今ね、一つときめかへんのがさ、色。なっちゃん、携帯って今まで赤かピンクか、そんな色しか買わへんかったんよ。白買ってバラして塗ったこともあるのよ。エヴァ2号機カラーに塗ったことがある、ね。そんなことはあんねんけどね。なんていうのかな、今の iPhone 黒とシルバーやったっけ、ときめかへんのよ。でときめかへんだけじゃなくね、その中で、バラして塗れればいい。まあカバーつけりゃいいねんけどさ、 iPhone ってみんなカバー、あっちゃんカバーつけへん、早ねん。で、ねんけど、カバーつけりゃいいんやけど、カバーをつけへん人やからさ、どうしたもんじゃろうなと思ってさ。ですわ。頭が痛い。頭痛じゃないよ。いろいろと考えることがあって。GPS を受信できません。やっぱバイトするかな。バイトしたらさ、iPhone 1で買うぐらいパッドでできると思うんやけどな。いるもんがいっぱいできてきた、実は。欲しいもん、欲しいもん、欲しい、なんやろ、欲しいもんっていう言い方もおかしいけどね。買わんといけんもんとか、そういうものが増えてきたんよ。だから、悩んどんのよ。やっぱりね、難しいね。あれと一緒やね。卵が先か、鶏か先かと一緒でね。いるものがあって、欲しいものがあって、買わなければいけないものがあって、買った方がいいものがあってって中でね、どこを優先にしていくか。その中で買わんといけんのは仕方ない。ね、どうしてもお金ってね、使わんといけんときは使わんといけんだけど、そうじゃなくね、なんときんかまだこんどりやん。ここバリゴミやね、いつも。これ儲けんのかな。でね、買わんといけんものもいろいろあるけど、この中で、なんていうかな、GPS を受信できません。買ったら、iPhone X みたいにね、買ったら、それがまた収益につながるものっていうのは買わなかった。ただ、iPhone X ってすごい金額やんか。だから、その金額を出して、そこまで回収するのにどれだけかかるのかって考えたら、今買い時期じゃないのかな。ただ、買わへんかったら、そこで、注目度を逃すっていうとかね、そういうのを考えたり、あとね、週刊なんとか出る、ね、ディアゴスティーニ、あれもね、やりゃね、みんな見てくれるし再生回数にはつながるとは思うね。ただ全部でいくと20万ぐらいなんでね、揃えちゃうとコンプリートするとその20万をそこに使うっていうのが本当に、回収できるものなのかな。わお、ちょっと待って、置くとこあらへんやん。
リアです。誰か出るかな。こんな混んでんの？いや。やっと駐車場止められたよ。行ってきます。カードが残っています。行ってきますわ。けどカードあんのかいな。あれ、あれ銀行のカードだね。いや、ちょっと待ってよ。行きました。めっちゃ混んでるもん。めっちゃ混んでたよもん。安全運転に心がけましょう。運転カードが挿入されています。入ってくるんなよ。先出る車が先やろう。我先みたいなばっかりやな。これが。マナの悪い奈良県民です。いや、まあ、奈良県民ね、ほんまに奈良県民では、奈良県って運転マナー結構関西で悪い方やね、うん、結構みんなね、大阪の運転が怖いとか、うん、京都のタクシーがマナー悪いとかってよう言うけど、奈良県走ってたらね、そんな、ない。いや、結構愛知、名古屋の方も運転悪いってよう言うねんけど、全然、なんとも思えへん。ならほんまマナー悪いから、イラッとするやついっぱいおるから。マジで、うん、だから奈良県来るときほんま気ぃつけて。これ前の何年前にもあーちゃん結構ドライブ動画で何回も言ってると思うんで、もう最近言ってないねんけど、昔ねドライブ動画よ撮ってた時期あって、あんまり再生回数出てへん、多分2桁ピキザぐらいしか言ってへんドライブ動画いっぱいあんねんけど、その時にもね何回も言ってると思うんだけど、奈良県ほんまマナー悪いから来るとき気ぃつけてください。なんか知らんけどね、奈良県にマナー悪いの。お上品やね。お上品やし、謙虚やね、奈良県に。結構、自虐ネタ言う、自虐ネタっていうかね、結構自虐やね、奈良県にね。ねんけどもね、車乗るとマナー悪いしょ、こ車乗るだけじゃね、スーパーとかでもマナー悪いね。うん。カゴ返さへんとか、お肉が野菜のどこに置いてあるとかね。ああいうの、めっちゃ腹立つね。嫌いやね、あっちゃいのね。わかるよ、返すの。返したい気持ちわかるけどさ、うん、今日その気分違うから元に戻せよって思う。ちょっと、うん、マナー悪いいろんな人の中でブチ切れてしまいました。ブチも切れてへんけどね。ブチ切れてみました。あ、お茶買ってきたかったな。病院で待っとる間の喉乾くんや。まあいいわ。りそな銀行も ATM めっちゃ混んでるやん。2機あんのに外に3人もなる。ほんまね、 ATM 混むねん。これどこでも一緒やと思うけど、奈良県だけじゃうと思うけど。所轄刑務線です出ても。
挨拶でいいでしょう。これが奈良県内。車検か。え、あ、そっか、もう2年経つんか。いやね、そうなんね。まだ2年経たないんだけどね、車買ってから。車は去年の5月に買ったから来年5月で見えねん。12月車検やな。まあ仕方ないやね。7万ぐらい買うのかな。重量税と自賠責と。ぐらいやもんな。まあ、なんとかなるでしょうやけどね。そうか、来月楽になるもんって車検があったんや。またそんなんがあんねや。頑張ろう、ちょっとね、オイルのホームページもね、ちょっと、今 やっとんだけど、うまいこといかへんねん。かっこいいのができへんかってさ。だからもう、古いやつを落としたやつが、うまくね、返ってきたし、使えそうやから、あれを使って、ちょっとまた、おいおいに改造していこう。古いページ見にくい、自分で見ても見にくいね。お客さん見にくいんちゃうかなと思うんだけどもね。まあ、あれでもね、そこそこ売れてたから、まあ、まあいいや。なんとかしよう。まだ車がいっぱいいてるね。結構な、人数がいたありますねーって。GPS を受信できません。取れんのかいな。GPS を受信しました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お兄ちゃん頭下げて、あーね、あのすごい気持ちいいやんか。さあ病院行きましょう。行きます。